ビーバートン高等学校はアメリカ合衆国オレゴン州ビーバートンにある公立高等学校。1902年に創立し、ビーバートンの高等学校としては最も長い歴史を有する。1979年3月19日、4回の出勤警報が発せられた火災で5人の消防士が負傷した。ビーバートン高等学校は春休みで休業中だったが、 この火災により、行動が損害を受けた。ビーバートン高等学校は、現在、9年生から12年生を教育している。隣接するマリー・デービススクールは大恐慌の最中に、雇用対策局により建てられた。マリー・デービススクールは2006年末に閉校したが、改築を経て、2010年秋に、再び開校する予定である。メインビルディングは創立以来、 度重なる改築と拡張を経験している。1985年、ビーバートン高等学校はアメリカ合衆国で学校が受けることのできる中で最大の栄誉であるブルーリボン賞を受賞した。2008年、521人の高校4年生のうち75%が高等学校の卒業証書を授与された。521人中、 390人が卒業し、99人が退学し、5人が中正卒業証書を授与され、27人が留年した。ありがとうございます。